どうも、全力投資です。7月1日月曜日、本日も資産公開やっていきます。で、本日の動画なんですけれども、本日7月の1日から投資の手法をちょっと変更していまして、 これまで楽天証券だけで投資をしていたんですけれども今日からですね SBI 証券も使って投資をするようになりましたので今日の動画いつもとちょっと流れが違うんですけれども私がどんな風に投資の戦略を変えたのかこのあたりについても本日の動画では少しお話をしていきますということでとりあえずいつも通り本日の日本株の振り返りからやっていくんですけれども日経平均本日は小幅上昇とはなっているんですけれども実態がしっかりある陰線をつけて本日は引けていますので ここ3日間ぐらい上昇はしているんですけれども、なかなか上値が重たい展開が続いているかなといったところです。 日経平均日中の値動きを見ていきますが、今日の寄り付き直後は結構強かったんですけれども、前場の早い段階で高値をつけた後、それ以降はどんどんと下値を探るような展開になっていまして、後場は日経平均一時はマイナス圏に沈むような時間もありましたので、引けではプラス圏に戻しているんですけれども、今日は一日頼りない値動きだったかと思います。そんな7月1日の日経平均週末に比べてプラス0.12%値上がり幅で47円終わり値で39,631円となっています。 はい。次にトピックスを見ていきますが、今日はトピックスも頼りない値動きの1日ではあったんですけれども、日経平均と比べればまだしっかりとした値動きだったのかなといった感じです。ということで、前場の間に高値をつけた後、一旦下げた後は横横っていう感じの展開になっていますので、高値警戒感はあるものの、ある程度下値の硬さもあったのかなと思います。そんな結果、7月1日のトピックス、週末に比べてプラス0.52%値上がり幅で14.65ポイント、終わり値で2824ポイントとなっています。 ということでトピックスは終値でもバブル後の最高値を更新してきましたのでトピックス上値の重たさが感じられるもののここから先どこまで高値を追っていくのかこの点は注目をしてみていきたいと思います そんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと、楽天証券で保有している金融資産額、7月1日は昨日に比べてプラス20万3202円となっていまして、証券口座内の資産合計額4038万3293円となっています。ということで本日私の資産額はしっかりと増えてくれていますので、今日はなかなかいい一日だったかなと思います。 はい。で、今日は個別株の値動きを見ていく前に、一部の銘柄で取引をしましたので、本日の取引について先にお話をしておきたいと思います。ということで、本日やった取引なんですけれども、電化ですね。こちらの銘柄は100株保有していたんですけれども、本日2185円で売却をしています。電化に関しては、ここ直近で配当金がなかなか伸び悩んでまして、株価に関してもね、かなり難聴な値動きとなっていましたので、本日はこちらの電化残念ながら売却をしています。 ということで、そんな取引をした本日なんですけれども、個別株の値動きどうなっていたかというと、上から順番に、コムシスは本日プラス40円ということで、しっかりした値動きをしているんですけれども、積水ハウスに関しては値動きなしですね。一方、台段に関してはマイナス91円ということで、こちらが大幅下落となっています。 はい。で、サービス関連ですが、JC リクルートメントがマイナス5円となっている一方で、アルトナーとかヒューマンホールディングス、この辺りの銘柄に関してはしっかりと上昇しています。で、ワールドホールディングスに関しても小幅下落ですね。で、今日は食品セクターが比較的強い値動きをしてくれていたかなと思います。ハードオフコーポレーションもプラス5円ということで、直近ではブックオフの社員の不正なんかがあって、ちょっと嫌な空気が漂っていたんですけれども、ハードオフは引き続きしっかりとした値動きとなっています。 で、エレマテックとか東京エレクトロンデバイスとかも値、ね、動き強いですね。総実に関してもプラス26円ということでしっかり上昇しています。で、ヒューリックウィルこの辺りが小幅上昇ですね。一方ヒューリックリート投資法人がマイナス24円となっていますので、ヒューリックリート投資法人はここから先まだ値下がりするようであれば買い増しも検討していきたいと思ってます。 で、クリアマホールディングスもプラス4円ですね。はい。で、直近結構値、ね、動き強かったスターティアホールディングス、本日はマイナス65円ということで、大幅下落となっているんですけれども、まあ、このあたりに関してはね、利益確定の売り物なんかも出てきていたのかなといった感じです。 あと、クラレとか三菱ケミカルとかも値動き強いですね。タキロン CI に関しては本日値動きなしとなっていますので、なかなか踏ん張っていた方かなと思います。で、J タワーがマイナス75円ですね。またさらに安値を探り出していますので、J タワーに関してもね、この先どうするかちょっと考えていきたいなと思います。はい。あとは、アルプス技研とか山田コンサルティンググループも強いですね。イデミツに関してもプラス12円ということで1、1%を超えるような値上がりとなっています。 あと、ものづくりに関連する銘柄ですけれども、東洋タイヤしっかり値上がりしてますね。日本電気ガラスに関してはマイナス18円ということで小幅下落となっていますが、その下、日本特殊陶業とか日本製鉄に関しても本日はしっかり上昇した1日となっています。で、SWCC がマイナス155円ですね。今日の値動きはちょっとこの先不安になるような値下がりだったかなと思います。 あと3話とか DMG とかこのあたりもしっかりしてますね。で、小松に関してもプラス109円ということで、小松に関してはね、だいぶ円安も進んできていますので、まあそういった為替相場を見ながらの値、ね、動きになっているのかなと思います。あとは iPhone とか Copro とかこのあたりも値、ね、動きいいですね。で、輸送用機器ですけれども、イスズ自動車はプラス88円となっていますが、反対にヤマハ発動機がマイナス4円となっていますので、ヤマハに関しては株価難聴だったかなと思います。 あと、白道とか東京精密とか、この辺りも値下がりしてますね。一方、キャノンがプラス53円ということで、しっかりした値動きです。で、クレステックとかタカランドカンパニーとかローランド岡村、この辺りも値動き弱いですね。バルカーもマイナス15円となっています。 はい。で、商社セクターに関しては、銘柄によって値、ね、動きまちまちだったかなと思います。伊藤忠プラス9円ですね。対して調理がマイナス10円となっていますので、このあたりはね、小幅な値動きかなと思います。あと、金松がプラス13円ですね。反対に佐藤商事がマイナス4円となっていますが、稲端産業に関しては小幅上昇ですね。で、伊藤忠 NX がマイナス4円となっていますので、商社株に関しては本日全く方向性がなかったのかなと思います。はい。で、金融セクター本日は比較的強かったかなといった感じです。 三菱 UFJ プラス20円ですね。まあ、しっかり上昇しているんですけれども、ジャックスもプラス25円となっていますし、オリックスとか野村ホールディングス、保険メガラに関しても本日は結構値、ね、動き強いですね。はい。で、不動産セクター、イオンモール統制、このあたりはしっかり上昇しています。で、通信セクターに関しても今日は値、ね、動き強かったかなと思います。スカパーがプラス17円ですね。NTT もプラス4.4円ということでしっかり上昇しています。あと、k d d i とかソフトバンクに関しても結構値、ね、動き強いですね。 はい。で、電源開発とかアイネットこの辺りも値、ね、動きしっかりしていたかなと思いますが、1年が値、ね、動きなしですね。で、ヤマダホールディングスに関しては本日プラス5.9円ということで、ヤマダホールディングスもここ最近は比較的しっかりした値、ね、動きが続いているのかなと思います。 で、森戸がマイナス5円ですね。ということで、持ち株ざっと眺めてみたんですけれども、今日は買われた銘柄の方が多かったのかなと思うんですけれども、まあ、それでも全体の4割ぐらいの銘柄が値下がりしていたかなと思いますので、全体を見ればあまり方向感がない一日だったかなと思います。中でも、金融セクターの銘柄が今日は結構上昇していましたので、まあ、そんな影響で今日は私の日本株のポートフォリオもしっかり上昇してくれた一日となっています。ということで、楽天証券に保有している金融資産額4038万3293円となっています。 はい。次に本日から使い出した SBI 証券の口座状況についてお話をしておこうかなと思うんですけれども、こちらの口座はですね、SBI 証券で開設した妻の口座になるんですけれども、これまで楽天証券の口座は私の名義でニーサ口座を使っていたんですけれども、妻のニーサ枠がね、全く活用できていない状況ということでしたので、妻の名義で SBI 証券にニーサ口座を開設して、本日は SBI 証券で上を購入しています。 ということで、私の楽天証券で電化を売却した代わりに、妻の SBI 証券の口座で、ベを購入したんですけれども、この2銘柄はどちらも科学セクターの銘柄となるんですけれども、ウベはですね、直近で株価も上昇していまして、配当金に関してもね、DOE を導入していて、直近では結構増配をしてきていましたので、調子の悪い電化からウベに乗り換えということで、本日はウベを200株2840円で購入しています。 で終わり値だと2850.5円となっていますので私が購入したところからだとだいたい10円ほど値上がりしていますので上は購入した初日から含み益が出てきているということでこの点は非常にいいタイミングで購入できたかなと思いますはいということで本日は電荷を売却して上を購入したわけなんですけれども価格セクターに関してはねちょっとこの先も銘柄を見直していこうかなと思いますのでこの先今持っている銘柄を処分して新たに買い増しをしたい銘柄なんかもあるわけなんですけれどもこのあたりの取引に関してはねまた動画の中で 詳ししくお話をしてていいきたいと思ってます次に楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが7月1日終了時点で4555万4275円となっていますということでこのままのペースであれば私の資産額4600万円台に乗せてくるかなと思うんですけれども日本株やっぱり上値の重たさがちょっと目立ちますのでこの先の日本株の値動きはあまり楽観視せずに慎重に見ていきたいなと思ってます はい。ということで、本日7月1日から私の投資手法を少し変えたわけなんですけれども、その他にもですね、ちょっと私の身の回りで色々とこの7月は変化がありまして、以前まで勤務していた会社を退職しまして、今日からですね、新しい勤務先で仕事を始めたということで、新しい勤務先、まだどんな状況かっていうのが全体感つかめていないんですけれども、これまでチャンネルを開設してから約1年、相場がある日は毎日更新をしていたわけなんですけれども、仕事に関する環境の変化もありましたので、この先は毎日更新がもしかするとちょっと難しいです 難ししくくなってくるかもも、れれませんけれども時間がある限りはですね、私の資産状況を細かくお話をしていきたいと思いますので、引き続き株式投資をする方の参考になれば嬉しいなと思ってます。あと、週末にアップした動画のコメントでいろいろと教えてくださいみたいなコメントをいただいているわけなんですけれども、まあ、そのあたりに関してもですね、時間がある時にまた動画の中でお話をしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。以上。